石上寺は、埼玉県熊谷市鎌倉町にある新温州、地山派の寺院である。三号は星川山。本尊は、千樹観音。当時は、千住院星川山と称し、漢文11年栄光商人が解散。会期は、武井新左門信武た9月26日。1873年1月25日火災により、本堂、栗。 地方等を失った。1921年1月墓地を大原に移し、1933年栗を新築した。1945年8月、熊谷空襲のため本堂など消失した。その後、目沼地区の農家より、仏津堂を譲り受け仮本堂として2009年まで使用していた。旧大区の小川光雄棟領により2年がかりで、現在の新本堂が再建された。 度重なる荒川の洪水を収めるため、熊谷を支配していた八方城主、北条宇国は、天正二年正岩寺あたりから石上寺崎あたりまで、包みを築いた。現在も高所である。築堤後も、包みの結界に繰り返し見舞われ、その加護を願って、包みの傍らに建てられたのが、石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。 1879年8月13日、林優勝など地元の有力者が、北紀人となり境内の学者で、モースの講演会を開催。モースは、ダーウィン説に基づく、進化論を通訳付きで熱弁した。当時の日本人には、衝撃的で、聴衆からは批判された。埼玉県発の外国人科学者講演の地として、モース博士像が置かれている。ありがとうございます。